そんな高級なホテル、中卒のあなたには場違いなんじゃない？なぜか私にだけ意地悪な姉さん。理不尽に放たれる嫌味は今日も健在だ。いつも通り自分の気持ちにそっと蓋をし、ぐっとこらえる。私が頭を下げて黙っていると、すかさず夫が言い返した。次の瞬間、その場が凍りついて。私は今井美奈子。春が過ぎてもうすぐ夏休み。騒がしいセミの声と教室のざわめき。先生が読む物語がまるで子守歌のように心地よく鳴り響く。青い空に浮かぶ大きな白い雲。飛行機雲見つけたらいいことあるんだっけ？なんて考えながらうとうとしていた。原文の授業は好き。いろんな話を聞けて面白いから。それでは今井さん、こちらの問3を読んでみてください。私だ。問3、あれ？これってなんて読むんだっけ？必死に記憶の棚を探し回ったけれど、見つからず不甲斐なかった。すみません、ここなんて読むんでしたっけ？小さな声で尋ねると先生は呆れ、仲のいい子がこっちを向いて口パクでバーカと言って笑っていた。またやってしまった。原文は好きだけど得意だとは言っていない。それからスポーツは苦手。特に短距離走はどれだけ頑張って走っても速く走れない。家の前の道路50メートルを何度か全力疾走してパパと練習したことはあるけれど、あまり効果は出なかった。私のパパは面白くて優しい。あまり裕福な家庭だとは言えないけれど、大好きなママとパパはいつも私のことを一番に考え大切にしてくれる。朝食も夕食も決して豪華じゃないけど、一緒に食卓を囲み今日の出来事を話して家族団らんを楽しむ仲のいい家族だった。そんな家族の家計を少しでも支えたいと思い、中学校を卒業したら就職することを決めた。桜が咲き誇る季節、晴れて私は社会人となった。初任給をもらったらママとパパと一緒においしいお肉を食べに行こう。入社式、桜の木の下で誓った約束が社会人初めての目標となった。入社1日目から新しく覚えることの連続で、気づけば日が落ち毎日がせわしなく過ぎてく。同期たちはとても楽しい仲間で、先輩はとても優しい。特に4つ上のゆうやさんはよく気にかけてくれるし、仕事をとてもスムーズにこなすので憧れの存在となった。待ちに待ったお給料日、あの約束を果たすためママとパパを先輩から聞いたおいしいお肉のお店に連れ出した。3人で高級なお肉のお店なんて初めてだったので、ガチガチに緊張していたけれど、お肉のおいしさとお店の居心地の良さにすぐとろけてしまった。美奈子、ありがとな。しまいにはでかい声で泣き出す始末だ。ママは相変わらずそれを見て笑っている。恥ずかしい反面、この空間がとても幸せだった。また来ようね。そう言って店を出る。それから私はママやパパのお誕生日や結婚記念日でよくここを利用するようになった。一方、
仕事の方は覚えることが山積みで、ゆうやさんのようにとは言わないまでも、一人前になるまではまだまだかかりそうだった。その間に雪が溶けて、桜が咲いて、散りばめられて、セミが鳴く。もみじが赤く染まり、冷たい風が吹き、また雪が溶ける。そしてまた桜が咲き乱れるお別れの季節がやってきた。ゆうやさんが退職されるそうだ。私の憧れの気持ちは伝えられるはずもなく、桜とともに散ってしまった。そんな記憶が色褪せ始めた初夏、会社の休憩でなんとなく喫茶店に立ち寄った。香ばしいコーヒーの香りとおしゃれな BGM に包まれる静かな店内を見渡していると、ある男性が目に入った。あのカバンにあの立ち姿、あれから何年ぶりだろうか、3年は経っているはずだけれど、憧れの姿を忘れるはずがなかった。ゆうやさん、気づいたら声が漏れていて、驚いているとこちらを向いて、おうと、あちらも驚いたように近づいてきた。ゆうやさんも休憩でよくここを利用するらしい。軽く近況を話して少し盛り上がり、連絡先も交換した。この喫茶店での出来事がきっかけで、二人で話したり出かけたりすることが増えた私たち。何度目かのデートでお付き合いすることになった。かつての憧れの存在とお付き合いなんて夢にも見なかったけれど、それが現実だ。ゆうやさんは仕事が忙しいのでたまにしか会えないけれど、会えた時の特別感を大切にした。さっそうと日々が過ぎていく。もみじが赤くきれいに染まっている。街路樹で季節を感じて歩くのは入社当時から変わらない。ああ疲れた。帰宅したそのままの格好でソファーに倒れ込む。もうかれこれ10年も経つというのに体が慣れてくれない。最近は新しく覚えることも多くなったので仕方ないのだけれど、ママはそんな私を叱るのではなく、いつも朝早くからお疲れ様と優しくねぎらい、用意していた夕食を食卓に並べてくれる。今日の夕食は唐揚げだ。ふわっと漂う大好物の唐揚げの匂いに誘われ、さっと起き上がり着替えて夕食の準備を手伝う。そうだ、こんな風にだらけている場合ではない。今日はパパとママに大切な話があるんだ。あとはご飯とお箸を並べて準備完了のところでパパが帰ってくる。お、今日は唐揚げか。帰宅第一声に嬉しそうな声で言いながら、着替えて用意をし急いで食卓に来た。パパの出張や私の夜勤などが重なり、3人で揃って食べるのは少し久しぶりだ。いただきます。これを合図に私とパパも続いて手を合わせて食べ始める。やっぱりママの唐揚げが一番おいしい。唐揚げを頬張って幸せに浸りながらハッとした。ママ、パパ、大切な話があるの。二人は顔を見合わせて私の方を見た。こんな風に改まって話すことは珍しいので心配しているようだ。そんな二人の顔を見ると耐えられなくなってクスクス笑いながら左薬指を見せた。
じゃーん、私結婚するの。そんな顔しないでよ、と微笑む。その瞬間、二人の顔が緩み、パパの質問攻めが始まった。誰だ？どこの人だ？どんな人だ？いつから付き合ってたんだ？ママは知ってたのか？パパだけ仲間外れじゃないか。ああ、俺の美奈子が、なんて大きな声で嘆いてる。予想通りだった。ママには彼のことを前から話していたので、よかったわねと本当に嬉しそうだった。その隣であまりにもパパがうるさいので、ママと二人でパパをなだめる。はいはい、黙っててごめんなさい。パパは許さんぞ。そんなことを言いながらも、パパもとても安心したような顔をしていた。それから間もなく引っ越しの準備が始まった。よし、これで全部だ。最後の段ボールにテープを留めて端に重ねる。荷物をまとめた段ボールは10個と思ってたより少なく済んだ。途中で中学校の頃のアルバムや自分で書いた日記帳が出てくる。それを見返したり大笑いしたり、思い出に浸った。大脱線は大掃除にはつきものだ。昔買ってもらったぬいぐるみを見つけたママ、とても懐かしそうに眺めて、これも持っていきなさいねと段ボールに詰めた。昔話に花を咲かせながら荷物をまとめていくと、あっという間に部屋がまっさらになっていった。家を出て早々、夫の実家で暮らすことになったことをママは少し心配していた。何せ家事料理を全く練習せずに育ったからだ。大丈夫だよ、優也さん優しいし。あまり家にいないのはちょっと寂しいけど、なんとかなるよ、なんて明るく返す。これから起こる出来事を何も知らずに。それそこに置かないでって言ってるじゃん。ゆうやさんのお姉ちゃんのあさみさんだ。あさみさんは私が来てからずっとこんな感じで、冷たく言い方がきつい。なぜか私以外にはそんな態度ではない。きっと私の容量が悪くてうまくやれないことに原因があるんだと思い、家事や仕事を今まで以上に頑張った。お休みの日にはママにおいしいご飯のレシピを教えてもらいに行く。ママはいつも私の大好きな唐揚げを用意して迎えてくれた。料理を教わりに行くというのは建前で、ママの手料理と実家の安心感を味わいに行っているようなものだった。新しいお家はどう？うまくやれてるのかしら？ママ心配だわ。本当に心配そうに言うので思わず嘘をつく。みんな優しくて料理も褒めてもらえるよと。実際お母さんもお父さんもよくしてくれている。この間もお母さんの得意料理を教えてもらった。他にも家事のアドバイスをもらったりと、どうしたら要領よく家事をこなせるのか考え、いろいろ試した。その間にもあさみさんは私のあらを見つけては容赦なく攻撃し、冷たい言葉をかけてくる。それをどうにかうまく受け流す。毎日がいたちごっこだ。だけど日々の努力は無駄ではなくて、お父さんやお母さん、ゆうやさんに褒められるくらいに家事をこなせるようになっていた。新しくお母さんから教えてもらった
筑前煮を振る舞うと見事お父さんやゆうやさんには大好評、すぐになくなってしまうほどだけれど、あさみさんの態度は一向に変わらなかった。それどころか初めの頃よりも言い回しや言葉選びが強くなり、エスカレートしているような気がする。ある日出かけようとめかし込んでいたら、突然部屋の扉が開いた。ノックくらいしてください。驚いた拍子につい強く言い放ってしまう。でも浅見さんはそんなことはお構いなく、あろうことか私にわざと仕事を押し付けてきたのだ。かなりイラッとしてしまったが、それでも言われた仕事を終わらせた。さっさと出かけようと玄関で身だしなみを整えていると、わざわざここまで来てこう言う。あら、そんな安っぽい洋服を着てどこに行かれるのかしら、と。とても気分が悪くて言い返してやりたかった。そんな気持ちを抑えて穏便に愛想笑いでごまかし家を出る。ここで言い合いをすると後のことが面倒だと判断したのだ。お気に入りの服なのに、せっかく頑張っていてもそんなことを言われると何度もくじけてしまいそうになる。家事や仕事に関係のないことまで言われ始めると、さすがにメンタルがやられてしまう。かなり限界が来ていた。ゆうやさんに相談したいが、仕事で毎日疲れて帰ってくるのにいらぬ心配はしてほしくない。今は仕事に専念してほしい。私はただ黙って時間が過ぎるのを待った。姉さんの冷たさにも慣れてきた頃、ゆうやさんから結婚式を挙げようと提案された。とても嬉しくて、気づいたら熱い何かが頬を伝っていた。思わず涙が出てしまったことに戸惑う。ゆうやさんはそんな私を見て、待たせてごめんねと優しく抱きしめてくれた。そうと決まれば、そこからは早かった。週末にドレスや式場、披露宴会場を決めに行くことになり、ウキウキしていたのもつかの間。当日そこになぜか姉さんもついてきて、私が提案するものをいちいち否定していく。夢に見たウェディングドレス、それだけで気分が高まる。憧れのプリンセスラインでふわふわな白を選んだ。ゆうやさんも美奈子らしいねとニコニコしているので、すぐに決めた。ちょうどあさみさんがトイレで席を立っていたのが本当にラッキーだったと思う。披露宴会場はゆうやさんが提案し、それに合わせて式場も選んだ。もちろん私は承諾した。が、あさみさんが黙ってはいなかった。そんな高級なホテル、ゆうやにはお似合いだけど、美奈子さんには場違いなんじゃない？意地の悪い口調だ。所詮中卒の貧乏暮らしだったんでしょう？レベルが違うわ、などとバカにしたように続ける。ああ、また始まった、我慢だと私は頭を下げて黙っていると、すかさずゆうやさんが言い返す。おい、あさみ、そんな言い方ないだろう。それにこのホテル、美奈子のホテルだぞ。学歴も育ちも関係ないよ。その場が凍りついた。あさみさんは状況を飲み込めずたじろいでいる。私は恐る恐る口を開いた。あの、私
このホテルの管理人なんです。それから中卒から働き続け、一生懸命仕事に取り組んだことを評価してもらい、管理人になった過程を説明した。自分で話すのは恥ずかしかったけれど、ゆうやさんが隣で真剣な眼差しでそばにいてくれたので話すことができた。あさみさんの方を見ると、とても悔しそうな顔をしてその場を去ろうと走り出した。ゆうやさんが追いかけて腕をつかんだ。あさみ待って、っていうか何なんだよあの態度。ゆうやさんは静かにあさみさんを問い詰めた。これまでもそうだったのか、どうしてそんなことをするのか。するとあさみさんは目を赤くさせ、私とゆうやさんをにらみつける。どうしてって。あさみさんは一呼吸置いた。これ以上続けると言葉と一緒に涙が出てきてしまう、そんな様子だった。言葉と涙を一度飲み込み、浮かんでいた涙を無造作に拭き、勢いよくこう続ける。私は勉強も仕事も運動も何でもできるのに、なのにどうして私の周りには誰もいないの。そう叫び出した声は次第に弱くなっていき、だんだん小さくなっていった。私はいたたまれなくなって、思わずハンカチを差し出す。あさみさんはそれをひったくるように受け取って、涙と鼻水を拭いた。少し落ち着いてからあさみさんは静かに口を開く。本当にダサいことしてごめんなさい。そっぽを向いたままぼそっとつぶやく。そしてそのままの調子で、私が羨ましかったことやそれを妬んで私に意地悪をしていたことを白状した。それを聞いてしまうと、なんだか本当の姉妹ができたような気がして嬉しかった。私が渡したハンカチを受け取って涙と鼻水を拭いてしまうなんて、素直で愛らしいところもあるんだと思ってしまった。あさみさんの新しい一面が垣間見えて少し安心した。なんて言ったらきっと口も聞いてくれなくなりそうだ。さっきのこともあって少し距離が縮まるかもしれないと、帰り道にいろいろ話しかけてみると、調子に乗らないで、なんて言われてしまった。でもその声は今までとは違う少し笑った声だった。その晩、夕食できましたよ。料理を食卓に並べながら呼びかけると、一番最初にあさみさんが入ってきた。黙って食卓の準備を手伝ってくれる。ありがとうの気持ちを伝えると、別に普通じゃん、と帰ってくるだけだったが、それだけでも十分大きな進歩だった。しとしと降り続いていた雨がすっかり止んで、太陽がきらめいている。結婚式当日は快晴だった。ドレスを着て準備を進めていると、パパとママが楽しそうにはしゃぎ、少し寂しそうに私を見つめた。みなこ、きれいね。ママが優しく頬をなで、パパは隣で私の名前を叫びながら泣いている。本当に騒がしい家族だなと思いながら、パパうるさい、ママと二人でなだめて家族水入らずの時間をかみしめた。もうすぐ式が始まるので、ママとパパは別の準備をしに行った。控え室で一人
今までの思い出に静かに浸っていると、ドアをノックする音がした。はいと返事をして振り返ると、浅見さんが立っていた。何か準備不足があったのだろうか。一瞬のうちに頭の中で情報が駆け巡る。うろたえていると、浅見さんがくすっと笑い、綺麗じゃん。一言だけ言って控え室を出て行った。私はほっとしてまた座った。そして浅見さんとの距離が確実に少しずつ縮まっていることににっこりとしていた。美奈子、綺麗だよ。気づいたら前に座っていた優也さんにびっくりしてキョトンとしている私がおかしくて、二人で笑い出した。ここまでいろいろあった。長く感じたけれど一瞬のようにも感じた。ここからが本当のスタートだと思っている。どんなことが待ち受けているかわからないけれど、きっと大丈夫だと思う。さあ行こうか。手を差し伸べる優也さんがまぶしい。この手を握ってどこまでも行けるような気がした。春の陽気が窓から差し込み部屋を照らす。テレビ番組のほのかな BGM と野菜を切る包丁の音がリズミカルに流れる。時計の針はお昼を回っていた。あとはサラダを用意して完璧。ガチャン。昼食を準備していると突然大きな音がして、慌ててリビングを見に行くと、わざとらしく倒れた優也さんと一緒に散らばったブロックが目に入った。ああ、パパの負け。そう言われて嬉しそうに負けを認める優也さんと、勝って嬉しそうな娘を目に焼き付けた。こんな幸せな風景がいつまでも続けばいいと心から願った。ちょっと何してるの？もうすぐご飯できるよ。私の言葉にいい返事をして、二人は部屋を片付け始めた。インターホンが鳴り、玄関を開けると浅見さんが立っていた。はい、これと娘の大好物のお菓子を渡して、ドタバタと家を上がった。浅見お姉ちゃんだ。嬉しそうに飛びつく娘を、かわいいねと抱き上げめでる。親バカならぬおばバカと化していた。いつしかぎこちなさなんてすっかり忘れてしまった私たち。二人でショッピングに出かけたり、娘のおもちゃを買ってもらったり、本当の姉妹のようになっていた。それも娘のおかげだと思う。子供は天使だと言うけれど、本当にその通りだなぁと日々感じている。6月には第2子の出産も控えている。きらめいた日々はまだまだこれからも続きそうだ。2年間も支え続けたのに左遷だなんて、もう離婚しましょう。上司に功績を横取りされ、冤罪で左遷された俺。左遷を伝えるや否や、妻からも離婚を突きつけられてしまった。厳しい現実にうなだれ、左遷先で廃人のような生活を送る俺だったが、俺の名前は柏木正人。2年前に結婚した妻の恵子と東京で二人暮らし。俺は薬剤師の資格を持っており、大手病院の研究施設を兼ねる本社に研究員として勤務している。恵子は以前同じく本社で医療事務をしており、俺たちはそこで出会った。
マサトが研究に集中できるように私全力で支えるから。そう言って結婚すると同時に恵子は専業主婦になった。恵子、いつも家のことを全部やってもらってごめんな。帰りもいつも遅くて本当に申し訳ない。全然大丈夫よ、私一人でのんびりする時間も好きだから。恵子のおかげで俺は新薬の開発に没頭することができた。俺の夢、それは新薬を開発し一人でも多くの人を救うこと。そして本社で研究を始めて7年目、ついにその夢が叶うことに。俺が開発した新薬が今日承認され、明日は新製品発表会が予定されているのだ。新薬が承認されたことを聞いてからずっと浮かれ気分なのが自分でもわかる。落ち着け。明日の発表会を成功させるまでが俺の重大な任務だ。気を引き締め、俺は明日の打ち合わせをするために一緒に発表会に出席することになっている上司の豊田主任のもとへ向かった。本番さながら豊田主任に向かってプレゼンしてみる。よし、新薬の説明はバッチリだ。柏木、今までよく頑張ったな。今日はもう帰って明日に備えろ。いつも厳しい豊田主任からの激励にすごいことを成し遂げたんだと改めて実感が湧いた。ありがとうございます。豊田主任の言葉に甘え、今日は早く帰宅することにした。時計を見るとまだ18時だ。外は夕焼けに包まれ赤い風景が広がっている。外が明るいうちに帰路に着くのは何年ぶりだろう。ただいま。あら、早いじゃない。どこか具合でも悪いの？心配する恵子に私は微笑む。俺は新薬が無事に承認され、明日発表会が行われることを伝えた。そうなの？おめでとう。俺たちは抱き合って喜んだ。やっとこれまでの努力が実を結んだんだ。ずっと支えてくれた恵子のおかげだよ。本当にありがとう。恵子も上機嫌だ。嫌な顔一つせず、俺を支えてくれた恵子にもこれで恩返しできるぞ。久しぶりに二人向かい合って食べる夕食は温かく美味しくて、また恵子の笑顔が心に染みた。翌日、朝から研究施設全体が慌ただしい。発表会の準備に追われているのだ。発表会は14時から。研究棟最上階のイベントホールにて行われる。大手の製薬会社社長や大学教授から届いた花が会場の入り口に次々と飾られていく。お昼を過ぎると次々とテレビ局の車が到着するのが窓から見え、いつも半分ぐらいは空いている駐車場はいつの間にかいっぱいになっていた。さすがに緊張するな。研究室にいても何も手につかない俺は少し早いが会場に向かうことにした。研究室を出て最上階の会場へ向かうためエレベーターに乗ろうとしたその時、柏木、今日の発表会、柏木は出席することになっていないらしいぞ。振り向くと後ろから豊田主任が追いかけてきて言った。え？どういうことですか？俺は驚き豊田主任に詰め寄る。ついさっき所長に言われたんだ。発表会は所長と俺の二人で出席するって。言葉が出てこない。所長がそんなことを？所長の意向をどうしても飲み込めない。薬を開発した俺が発表会に出ないなんておかしいだろう。俺も急なことでよくわからないんだ。でも新薬については昨日お前が言っていたようにうまく説明するから
俺に任せろ。状況を飲み込めず黙っている俺の手を払いのけ、豊田主任は一人エレベーターに乗って行ってしまった。俺は豊田主任を追うこともできず、その場に立ち尽くす。ずっと夢見てきた新薬の開発、今日全国の人にお披露目することが俺の7年間の努力の集大成だったのに、俺はどうすればいいんだ。どのくらい経っただろうか。ふと腕時計を見ると14時を過ぎようとしている。慌てて研究室へ戻り、みんなが群がるテレビの方へと向かった。はじめに池内所長よりご挨拶をいただきます。テレビに映る所長に腹が立つ。この度我々はこの場所に俺もいるはずだったのに。続きまして、この薬を開発した豊田研究員よりお話を伺います。はじめまして。7年間の必死の研究開発の末、私はやっとこの薬を世に送り出すことができました。何を言ってるんだ。一緒に会見を見ていた周りの研究員たちもざわついている。これじゃあ新薬を開発したのは豊田主任ということになるじゃないか。一瞬頭の中が真っ白になったが、すぐに怒りでいっぱいになった。俺は功績を取られたのか。会見が終わり、俺はすぐさま所長室へ向かった。所長室の前でしばらく待っていると、会見を終えた所長が戻ってくる。所長。ああ、柏木君、ちょうどよかった。中に入ってくれたまえ。普段と変わらない所長の様子に拍子抜けしながらも、俺は所長の後をついて所長室へ入った。所長は椅子に腰を下ろし、こちらをまっすぐに見ていった。柏木君、君は来月から長崎の病院に移動してもらうことになった。え？急にどうしてですか？守秘義務もあるから詳しくは言えんのだが、しばらく研究から離れて薬剤師として貢献してきてください。以上。そう言うと所長は部屋から出て行った。俺はしばらく呆然として動くことができなかった。いろいろなことが起こりすぎて夢なのではないかとさえ思ってしまう。その後の俺はずっと上の空だった。周りの人が気の毒そうに俺を見ている。豊田主任は何も言ってこない。全部あいつの陰謀なのか。本当は豊田主任にちゃんと話を聞きたかったが、今の俺には豊田主任に話しかける気力はもう残っていなかった。この空間にいたくなくて俺は早退した。ただいま。おかえり。マサト、テレビで見たんだけど、新薬を開発したのって豊田っていう人だったの？あれを見たら誰だってそう思うよな。俺は恵子に説明した。新薬を7年かけて研究開発したのは間違いなく自分であること。会見の直前で俺は発表会に出ないことになったと聞かされたこと。なぜだかわからないが、新薬を開発したのは豊田主任だと紹介されたこと。所長に抗議しようとした時、来月から長崎の病院に移動を命じられたこと。な、長崎？それ左遷じゃない。マサト、何かしでかしたんじゃないの？じゃなきゃこんなことにはならないよ。俺は何もしていない。全く意味がわからないんだよ。私、長崎には絶対行かないわ。恵子は言い放った。そうだろうとは思っていた。
東京生まれ東京育ちのおしゃれで流行に敏感な恵子が東京を離れるはずがない。しかも九州の長崎県なんかに。マサト、私たち離婚しましょう。恵子の口から出てきた離婚という言葉に俺の頭の中は真っ白に。どうしてそうなるんだ？また本社に戻れる可能性もあるだろう。しばらく別居でも構わないから離婚は考え直してくれ。俺は必死だった。しかし恵子は譲らない。結婚して2年間私はあなたを支え続けたの。新薬を開発したって言っていたのに結局別の人の功績になってるじゃない。しかも長崎に左遷だなんて。私はこれから自分のために生きるわ。恵子の言葉に反論の余地はなかった。人生終わったな。うなだれる俺。恵子、今までありがとう。これからは自分のために生きてくれ。こうして私は離婚を受け入れた。翌月から長崎の病院で薬剤師として働き始めたが、すべてを失った俺はまるで廃人のよう。仕事にも全く身が入らなかった。結局あれ以来豊田主任と話すことはなく、真相はわからないまま。そんな俺のところにある夕方、同僚の看護師である大内ありさがやってくる。柏木さんってマサトさんって名前なんですね。なんで移動してきたんですか？それが俺もよくわからないんだよね。優秀だし、またすぐ本社に戻るんだろうな。それまでに長崎満喫してください。アリサはそう言って美味しそうな匂いのする袋を置いて去っていった。こんなにやる気がない俺のどこが優秀に見えるんだ。優秀という言葉が引っかかりつつも、なんだろう。中を見ると、これがハトシですと書いたメモとともにハトシが入っていた。ハトシとはエビのすり身を食パンで挟んだものを油で揚げて作る長崎の名物料理らしい。この病院の人は地元である長崎県出身の人が多く、この前みんなで話している時に俺がハトシを知らないことにびっくりされたのだった。だからアリサは買ってきてくれたのだろう。まだ温かいハトシを一口頬張った。おいしい。久しぶりに温かくておいしいものを食べ、少しだけ元気が出た。アリサさん、ハトシおいしかったです。ありがとうございました。翌日アリサを見つけ昨日のお礼を言った。ちょうどよかった、柏木さん。明日、朝一の便で本社まで薬を取りに行ってもらえませんか？え？俺が？聞くところによると、注文している消毒薬がなかなか届かずに困っているらしい。在庫も残りわずかで、本社に連絡すると、本社には在庫が十分にあるため、分けてもらえるとのこと。しかし、明日中には手元に欲しいが、送ってもらうとなると3日はかかってしまう。またここのような地方の病院は人手不足が深刻で、なかなか動ける人がいない。そこで最近移動してきたばかりのため、仕事の融通が利き、しかも本社までスムーズに行ける俺が適任だということだった。そう言われると、確かに俺が取りに行くべきだろうと納得。東京のお土産、空港で売ってるおしゃれで美味しそうなやつ買ってきてください。ちゃっかりしているアリサに俺は思わず笑ってしまった。次の日、朝早くから東京へ飛んだ。正直、本社へ向かう俺の足は重かった。本社で働いた日々は
忘れたい過去の記憶、みんな俺の存在自体を忘れてくれればとさえ思った。いろいろな思いが頭によぎりながら歩いていると、あっという間に本社に着いた。駐車場の隅の定位置に豊田主任の車を発見。豊田主任には会いたくないななんて考えて通り過ぎようとした時、俺はとっさに近くの車の陰に隠れた。豊田主任の車の助手席に女性が乗っている。それは間違いなく恵子だった。こんなところで何をしてるんだ、しかもなんで豊田主任の車に。俺は不審に思い、しばらく隠れて様子を伺うことにした。すると数分後、豊田主任だ。豊田主任が現れ、周りを気にしながらそそくさと自分の車に乗り込んだ。豊田主任に気づいた恵子はとっても嬉しそう。車に乗り込むや否や、二人は抱き合って顔を見合わせて笑っていた。豊田主任、俺の功績だけでなく恵子まで奪うつもりか。腹綿が煮えくり返る怒りを感じた。しかし一瞬冷静になる。俺はもう恵子と離婚したんだ。恵子が誰と付き合おうが俺には関係ない。無理やりこう考えたが、これ以上二人のことを見ていられず、そそくさとその場を離れた。無事に消毒液を受け取り、長崎へ戻る。いろんな感情が湧き起こり、頭の中はぐちゃぐちゃだったが、長崎へ降り立つと幾分か気持ちは落ち着いた。今戻りました。お帰りなさい、柏木さん。本当に助かりました。同僚たちは口々に感謝の意を述べる。柏木さん、他には？そこへアリサが満面の笑みで近づいてきた。言われた通り、空港で買ってきたチーズケーキをアリサに渡す。やったー。そんなアリサの無邪気さに俺はほっとするのであった。休憩時間、外のベンチで一人でぼーっとしていると、アリサが横に座った。チーズケーキとっても美味しかったです。ありがとうございました。実は本社の駐車場で車に乗った元妻と元上司が親密な様子なのを見たんだ。アリサの無邪気さにつられ、つい俺は愚痴をこぼしてしまった。え？どういうことですか？不倫？表情が一気に変わるアリサ。俺はなぜ私がこの病院に来たのか、一連の流れを説明した。黙って聞いていたアリサ。それ、結婚する前から絶対に元奥さんは不倫していたと思います。その上司のことも元奥さんのことも私は絶対に許せません。調査しましょう。自分のことのように憤るアリサの迫力に驚きながらも、俺は味方でいてくれる人が現れて少し勇気が湧いた。誰かいい弁護士いないかな。いい弁護士いる。俺の頭の中に浮かんだのは本社お抱えの弁護士であるナナミの顔。実はナナミは大学のサークルの後輩でよく知った仲なのだ。アリサの勢いに押し切られた形となったが、このままではダメだと自分を奮い立たせ、俺はナナミに元妻と豊田主任との関係について調べてもらうことにした。俺の話を聞いたナナミはすぐさま調査に取り掛かってくれた。3ヶ月後、ナナミから調査報告書が届く。それによると、元妻と豊田主任は俺たちが結婚して間もなく不倫関係になったことが判明。あの二人、2年間も俺を欺き通していたのか。
怒りがふつふつと湧き上がってきた。不倫相手に功績まで横取りされるなんて絶対に許せない。俺は七海の調査報告書を持って所長のもとへ話をしに行くことにした。次の月曜日、所長とアポを取った俺は早速東京へ飛んだ。本社の前で七海が待っている。七海、調べてくれてありがとう。これから所長のところに行ってくるよ。あなたの左遷も含め、これは許されざる問題よ。私も一緒に行くわ。七海が一緒に来てくれるなんて本当に頼もしい。失礼いたします。どうぞ。失礼いたします。俺たちは所長室へと入っていった。池内所長、今回私は依頼を受けまして、柏木さんの新薬開発左遷の件および豊田主任の素行を調べさせていただきました。私の方から資料とともにご説明させていただきます。七海は入社してからこれまでの俺の研究記録および豊田主任の業務内容をすべて調べ上げ、新薬を開発したのは間違いなく豊田主任ではなく俺だと主張。俺が結婚して間もなく豊田主任が前妻と不倫関係になり、今もそれが続いていることを勤務時間中に駐車場で密会している様子を捉えた証拠写真とともに説明。俺の左遷は不適当であることを主張した。理路整然と話す七海。さすがは弁護士だ。次々と提出される証拠に所長はただただ驚くばかり。そんな所長の様子を見て、所長も豊田主任に騙されたんだなと確信した。話は分かりました。一連の話を聞き終えた所長、神妙な面持ちで俺に言う。柏木君には本当に申し訳ないことをした。私は間違っていたよ。豊田君に事実を確認し、すぐに今後の対応を決めるから、もう少し時間をくれないか。承知しました。よろしくお願いいたします。そう言って俺たちは所長室を出た。七海、本当にありがとう。いえいえ、先輩にはサークルで大変お世話になったので、進展があり次第連絡しますね。そう言って七海は仕事に戻っていった。長崎に戻って数日後、七海から電話があった。内容はというと、あのあと所長が豊田主任を呼び出し、七海立ち会いのもとで事実確認が行われた。豊田主任は恵子との不倫の事実を認めた。また新薬を開発することで得られる富や名声欲しさに、恵子と共に俺の手柄を横取りすることを画策したということだった。所長には薬を開発したのは自分だと主張し、俺が手柄を横取りしようとしていると嘘を吹き込んだ。そして俺の態度が悪く、研究チームの雰囲気が良くないと所長に言ったことが原因で、俺は左遷されることになったらしい。手柄を横取りした事実と業務時間中の密会を理由に、豊田主任は解雇されることになったそうだ。そして所長が俺を本社へ戻すと言っていることを教えてくれた。すべての話を聞き、俺は全身の力が抜けた。真実が明らかになった今、豊田主任や恵子への怒りももちろんあったが、それよりもこうやって味方になってくれた七海や有沙への感謝の気持ちの方が強かった。七海、本当にありがとう。先輩がまた本社に戻ってきてくれて嬉しいです。七海に何度も感謝を述べ、俺は電話を切った。その日の夕方、一本の電話が。所長からだ。この電話で
俺は正式に来月より本社勤務に戻ることが言い渡された。所長の言葉にほっとすると同時に、また研究できることに喜びがあふれる。長崎の生活が嫌だったわけではない。しかし俺はやっぱり研究をしたかったんだ。所長、話は変わりますが、一つ聞いてもらいたいことがありまして。アリサやこの病院でよくしてくれた同僚のためにと、俺は長崎の病院に勤務することで感じた人手不足などの厳しい労働環境について説明した。柏木君、君には申し訳ないことをしたが、君をそこに行かせてよかったよ。ありがとう。所長は本社だけでなく地方の病院にも目を向け、労働環境の改善に前向きに取り組むことを約束してくれた。柏木さん、やっぱり優秀だから本社に戻っちゃうんですね。お世話になりました。長崎の病院の最終出勤日、アリサが話しかけてきた。アリサさん、今まで本当にありがとう。アリサさんがどん底だった俺を救ってくれたんだよ。アリサには本当に感謝してもしきれない。ところで、俺って優秀に見える？アリサは一瞬真顔になったが、すぐに笑っていった。昔はね。昔？俺たち会ったことあったっけ？記憶をたどるが、思い当たる節がない。私、実は6年前に本社で柏木さんにお会いしてるんです。アリサはゆっくりと話し始めた。当時、私の姉は難病を患っていて、いくつもの病院をたらい回しにされていました。最後の望みとして本社に来院。しかしここでも前例がないからといって断られそうになったそうだ。そこへたまたま居合わせた俺。論文を読みふけっており、海外の症例にも詳しかった俺は、海外の治療成功例を医師に提示した。これがきっかけで本社で治療してもらえることが決まり、治療はうまくいって無事に治ったということであった。そういえばそんなこともあったな。私、患者を見放さない柏木さんの姿に感銘を受けて、それで看護師になったんです。そうなんだ。ここでの俺は初め廃人だったけどな。本当にそう。同姓同名の別の人かと思いましたよ。そう言われ、俺たちは心から笑った。アリサが俺に対し親身になってくれた理由がやっとわかった。私も本社に行けるようにもっともっと看護師として成長します。また一緒に働こうな。夕日が入り込んだ病棟で、俺たちはまた会う約束をして別れた。その後、豊田主任が俺の功績を横取りした事実は全国的なニュースにはならなかったものの、研究者の間ではすぐに広まり、豊田主任は二度と研究職ではいられなくなった。そして富も名声も仕事も失った豊田主任は、しまいには稽古にまで愛想を尽かされ、二人はいつの間にか別れたと噂で聞いた。俺はというと、相変わらず新薬の研究に没頭しながらも、アリサとは頻繁に連絡を取り、たまに長崎に行ったりもした。そして何度か会ううちに、俺たちは付き合うように。数年後、アリサの本社への移動が決まったことをきっかけに、俺はアリサにプロポーズした。アリサに出会わなかったら今の俺はいないよ。これからもずっと一緒にいてください。私もマサトさんのおかげで今こうやって看護師として頑張れてるんだよ。これからも二人で高め合っていこうね。いつもの
明るい笑顔のアリサにこの上ない愛おしさを感じた。一時はすべてを失った俺、巡り巡ってまたアリサと出会えたおかげで今こうして幸せに生きられている。アリサのこの笑顔をこれからもずっと守るんだ。俺は強く決意した。そしてまた世界中の人が一人でも多く笑顔でいられるよう、俺はこれからも新薬の研究を続けようと心に決めたのだった。